100日で 200g を理解する。タイプ1の上岡龍太郎さん登場です。図ではここにします。もう引退されて長いので、まあ若い方はあんまりご存知ないと思うんですけど、ミキのおじさんって言った方が通じるかもしれません。もう私が上岡龍太郎ですって、このピリピリ感ですよね。もう独特のタイプ1のピリピリ感が出てます。でもうまあ引退するまあ直前ぐらいはもうすごく温和な感じになって、もう笑うと気さくな感じで、もう優しいおじさんって感じでしたよね。でまあちょっと引きつるような苦笑いをされるんですよ。まあこういうような顔ですね。でこれは急に独特なので、まあ、もしかしたらウィング級かなとも思いますし、まあ半分冗談でまあ愛妻家の面を出してたので、まあ二寄りなのかなとも思うんですけども、まあ、ウィキペディアにこうあったんですけど、芸には厳しく短期で妥協を一切許さない一面があり、番組出演中に納得がいかないことがあれば番組途中で降りたり役割を忘れることがあった、まあ、あとヤスさんと同じなんですけども、まあ、タイプ1に間違いないんですよ。で、まあ、世間ではこうだよねとか、普通はこうですよねみたいなことを言うの、こういう言葉は最も綺麗な言葉で、まあ、実際嫌ってましたよね。で登場人物がもう揃ったので、ここでタイプ1のリスペクトの系譜を述べたいと思います。この図で、まあ、お分かりの通りですね、先輩後輩のこのリスペクトの系譜が東西であります。でおそらくまあまあエニアグラムご存じないでしょうけども、まあ、似た顔匂いを香りを感じるんだと思うんですよね。で先輩のタイプ1は、まあ、やんちゃな後輩を可愛がるっていう構図で、一方後輩のタイプ1はこう結構口では結構みんなの前でディスったりするんですけど、もう本心ではこう唯一認める先輩なんですよね。まあ、こういう先輩後輩のこうリスペクトの系譜が出来上がります。まとめ、タイプ1の上岡龍太郎さんで、まあ、前に お話したまあヤスさんとか男子長とかよりもマイルドな突っ張りで、でも攻めに強くて守りに弱い。でタイプ1がやっぱり一番嫌うのはやっぱ大御所として立てまつられることなんですよね。でまあそれをまあ感じ取ってまあ引退されたのかなと、引退の理由をいろいろ述べてますけども、一番それが実は大きかったんじゃないかなと私は思ってます。